え皆さん、こんにちは。大人の数取り教室堀口です。え今回はですね、えっと、新型コロナによって、まあ、収入が減った世帯、非常に多くあるんですが、えー、特定貸付金っていう制度があるんですね。で、あのお金を借りることが、ね、できるんです。国からお金を借りることができるんですけど、ただこの借りた方がですね、なんと自己破産されてしまうというのがなんと5000人以上出てきているというのがニュースになったんですね。で、このニュースをちょっと深く考えていきたいというふうに思っております。でこちらがそのニュースになってますね。 この中でですね、減収した世帯向けに生活資金なんかをですね、貸し付けるという、まあ、制度がありまして、非常に気軽に借りることができます。なぜかというと、無担保で無保証ですね。しかも金利もないわけです。まあ、ですから、普段借りたらですね、まあ、例えば100万円とか、えー、1000万円借りたらですね、えー、と数パーセント、年利で例えば3パーとかですね、えー、5%パーとか、1000万円借りたらですね、年間、た、え、だ、ー、金利5%パーであれば50万円ずつですね、返さなきゃいけないと、余計にですよ。 一番元本分以上に返さなきゃいけないところに対して金利がなんとゼロで借りられるという非常に嬉しい制度でこちらの制度をめぐりですねなんと5000人も返済不可能になってしまったわけです、まあ、ですから余計にですね税金を無駄に使ってしまうということになってしまいましてじゃあなんでこの制度を作ったんだって話になりますけどじゃあまず この制度についてちょっと深く見ていきたいと思うんですが、実は2種類あります。何かというと、緊急告示資金といってですね、まあ、休業された方とか、コロナにかかったことによって働けなくなって、一時的に働けなくなってしまった方に対して、20万円を借りることができるんですね。で、水曜期間1年間で,で、その後2年、2年間でですね、返してくださいねっていう制度なんですけど、 こちら借りることができたり、あとはもう一種類、えー、総合支援基金度がありまして、まあ、失業された方向けにですね、月なんと20万円。で、これがなんと最大で3ヶ月借りることができます。まあ、もらえるわけではないんで、後で返さなきゃいけないんですけど、で、償還期間が10年以内ということで、まあ、60万円を10年で返すという形なので、年間あたりが6万円ですね。つまり月5000円ずつ、こう、うん 返しててていいいくよっっう形の制度になっているわけですでこちらの制度の利用者、実はものすごく多いんですね。で調べてみると、えー、始まったのがですね、2020年の4月、まあ、いわゆるコロナになってすぐのことなんですけど、そこからですね、利用者が急増していきます。これ1週間あたりの、ね、こう棒グラフになってるんですが、1週間あたりで4万人とか6万人の方がですね、なんとこれを利用されてると。 まあそこからだんだんコロナ禍であることが当たり前になってきたので、まあだんだん数は減っていくわけです。まあそれでも月あたりで、えー、と月じゃなくて週あたりで、えー、と1万人とかね。まあそのから人数がずっと継続的に利用し続けたよっていう形になります。で、これによって結局何人ぐらいが利用したんですか実は貸付のですね、総額いくらか。なんと1兆3800億円ですと。1兆円を超えたわけです。 どうですか皆さんの税金が1兆円使われてしまっているとまあ、ただこれあの別に変な誤解していただきたくないんですけど貸付なのでちゃんと返してもらえるお金なんですねなのであの基本的には問題ないわけです累計の貸付件数が330万件になります300万件ですね、まあ、つまり人口の大体3%ぐらいの方がですねこういった制度利用されたと いうことです、まあ、もちろん1人で複数回利用されてる方もいるんですけど、まあ、仮に1人1回だとしても3%ぐらい、まあ、30人に1人とか40人に1人ぐらいはですねこの制度なって利用されてるわけです、まあ、ですから身近な方もですね利用されてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますただこの制度によってですね、まあ、返済不可能な方がある一定の割合で出てきたよっていう形になりますしかもこの金額ですねどん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 増え続けてるんですね はいえー、ただ、最近だとね、ちょっと増え方が緩やかになってきてはいるものの、まあ、増え続けているっていうのが一応現状になっております。じゃあ、何が問題なのかというとですね、審査がある意味ほとんどないわけですね。無担保、無保証で借りることができると。まあ、だから、返せる保証がなくてですね、まあ、とりあえず緊急的に、まあ、 あの、まあ、コロナも急に始まったので、まあ、それによって失業されてしまったとか仕事がなくなってしまったとか、まあ、そういった方に対してですね、貸し付けができるという形になります。まあ、ですので、買いざる保証をあまり考えずにですね、貸してしまったところがあるのかなというふうに思います。では、本当にですね、この制度必要だったのか、必要だったんでしょうか。こんなデータがあります。こちら、失業者のグラフなんですけれども、え、完全失業者の人数ですね。 えー、コロナが始まる前つまり2020年の2月とかね、まあ、そのぐらいまでであればだいた,、まあ、ただコロナになってからですねやはり特に飲食業界の方とかね、まあ、いきなりお客さん来なくなったわけですね。 まあ、あの状態になってしまえば、まあ、突然ですね、職を失うと言っても過言ではありません。まあ、ですので、まあ、急激に失業者の方増えていきまして、まあ、一時期200万人を超えました。200最大で220万人ぐらいですか ?2020 年の9月か10月ぐらいにですね、そのぐらいまで増えまして、ただそこからは少しずつコロナであることが当たり前にもなってきたので、まあ、失業者の方はどんどん減っていったっていうのがデータ上でえ分かります。 まあただ、コロナ前から比べると、なんと60万人の方がですね、増加してしまったというのがデータとして出てきてまして、まあですので、こういった貸付程度、貸付制度ですね、まあ最低でも60万人ぐらいの方はやっぱり利用する価値があるという制度になってまして、まあそういう意味では非常に良かったんではないかなというふうに思います。ただ気になるのは、これによってですね、返せなくなってしまった方が、ある一定の割合存在するんじゃないかと。はい。 で、返さなくなると、まあ、いわゆる法律的にですね、まあ、自己破産という形になりまして、返さなくてもいいという形になるわけです。はい。で、この、じゃあ、もともと自己破産の件数、何件ぐらいあったのかっていうとですね、なんと7万3000件です。7万3000件。これが実は2021年の件数でして、なんか7万3000件っていうと、あまりピンとこないかもしれませんが、えっ、ー、と、人口1億2000万人のうちの0.06%ですね。0.06%。うん。 0.6%って今あんまピンとこないかもしれませんが、だいたい1,400人に1人ぐらいの形になります。1,400人に1人ですね。だからもし人口1万人ぐらいのね、町、えー、まあ私も新潟県のね、あの、実家の町がだいたい1万人とかね、2万人とかそのぐらいの人口なんですけど、その中で言うと7人ぐらいが対象になってきますね。 はい。まあですので、あんまり多くないですね。めちゃくちゃ多いというわけではないんですが、まあただ常にですね、7万件ぐらい毎年ですね、自己破産の方がいらっしゃると。じゃあずっと7万件だったんですかそうじゃないんですね。実は過去のデータ見てみると、なんと自己破産の件数めちゃくちゃ減ってきてます。はい。これ2010年、つまり10年前から考えれば、13万件ぐらいあったものは7万件まで減少してるので、まあ半分はいかないまでも4割ぐらい減ってるわけですね。 で、さらに、実はこのさらにですね、数年前、遡ってみるとですね、一時期は自己破産の件数、えー、年間20万件超えてたこともありました。まあ、そこから考えれば、なんと3分の1になってるわけですね。え、なんでこんなに減ってきてるんですかっていうと、まあ実はちょっと法律的な変更があったり、あるいはその消費者金融を利用するにあたって、まあ気軽に利用できない,できないようになったり、金額の上限を設けたりだとか、まあそういうふうに制度が変わっていってですね、 あのー、あまり借金ができないようなこう仕組みとかにもなってきて、まあ、それで自己破産の件数は減ってきてはいるものの、まあ、ただ7万件の方がですね自己破産になってきてるよ。で、注目なのは2020年、2021年、これコロナじゃないですか。そう。で、一時期コロナによって、失業者の方増えるんじゃないかというふうに言われてましたよね。え自己破産の件数がですね増えてないことを見ると、もしかしたら、この制度がですね助けてくれているのかもしれないと。 いうことなわけです、はい、ただ気になるのは本当にじゃあ貸し付けでねその自己破産になってしまう人はいるのかっていうと実はそれもちょっとノーなのかなというふうに思います。はい、でんでかっていうとですね自己破産時の借金額っていうデータがありましてでこちら平均額で見るよりも、まあ、中央値っていうね、まあ、真ん中の値で見た方がいいんですけど実は100万円未満で自己破産する方ほとんどおりません。はい、7.5%らいですか、はい でですので14人に1人人人人ににととかか15ねそんなもんなんですよ、うん。だから今回の緊急告知資金みたいなものですね20万円とか60万円借りて合計80万円借りてそれで自己破産になるって方は実は実ほとんんどいません、はい、ただそれを返せなくって借金がこう雪だれましきにですねどん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 増えていって結果的に自己破産になってしまうという方が実は多いんですね。 で、中央値が400万から500万ぐらいの間なんで450万ぐらいなんですよ。はい。ですので、普通自己破産って言うと450万円とか、まあ、500万円とか、まあそのぐらいの金額になってからようやく自己破産みたいなね。まあ、ストーリーが多いのかなというふうに思います。で、しかも、自己破産になるまでのですね、期間っていうのがあります。これ借金をし始めてからの期間なんですけど、実は1年未満とか1年から2年ぐらいで自己破産するようほとんどいないんですね。 なんんと4しかありませんなので25人中1人ですね。だからなおさら、この借金をしたからすぐに自己破産っていう、そのケースっていうのは多くないのかなというふうに思います。えー、多いのはですね、やっぱり5年以上ですね。つまり、借金を最初は返そうとするわけですね。みんな一生懸命。で、返して返して、なかなか返せないということが仕組み的に分かってきて、それで結果的にこう自己破産になって弁護士の方と相談してとか、まあそういう流れになるのかなというふうに思います。 まあ、いずれにせよ、なんかたった1年2年でね、すぐになんか自己破産とか、えー、じゃあ自己破産した後とかってどうするんですかとか。基本的に、その原因を解決しなければ、あの、結果って変わらないわけじゃないですか。まあ、ですので、あの、原因に対するアプローチっていうのが非常に重要なわけです。 で何かっていうと、収入が断たれたことですよねで。あるいは収入が減ってしまったことに対する何らかのフォローなので、そこの経済に対するとか、あるいは職に対するですね、アプローチがなければ、この貸付制度っていうのは本当に有用かって言ったら有用にならないわけですよ。だから本当に単なる貸付であれば、その、なんか多くの方がね、えー、気軽に借金ができるという <laughs> 仕組みなだけなので、えー、それによってね、こう、金を、 返せないという方が、まあ、増えるということは実はあり得るわけで。なぜかというと、その原因を増やさなければ意味がないわけで。で、本当はコロナというのは一時的に終わるはずだったんですよね。はい。たった半年ぐらいで終わるなんていうことをですね、言ってた方もいらっしゃいます、専門家で。ただ終われなかったわけじゃないですか。今2年続いてますと。いや、さらにこれからまたね、長期的に続くかもしれないと。まあ、もちろんワクチン接種はもう広まってますけれども、えー、現実的にですね、めちゃくちゃ、なんですか、マスクを つけずに生活できるかっていうと安心感あんまり我々ないじゃないですか。で、そういう意味ではまだまだ続くっていうふうに考えることができます。まあですので、じゃあ経済がね、コロナ前に本当に戻るんですかって言ったら、なかなか難しいというところがあるわけです。ですからコロナがあることを前提にですね、我々の生活を変えなきゃいけない。経済だとか食の仕組みっていうのをですね、変えていかなきゃいけない。あるいは自分自身のなんかスキルセットとかね、その辺に対するアプローチというのがやっぱり重要なのかなというふうに思っております。 ちなみに借金をするとですね、返すのってめちゃくちゃ大変なんですよ。えー、借りるのはね、簡単なわけです。あ、借りますって言ったら借りれますと。例えば100万円借りました。って言ったときに、じゃあ返すのって、例えばそれをね、えー、そうだな、2年で返します100万円を2年で返すって言ったときに、1年あたり、なんと50万円返さなきゃいけないんですよ。で、金利がある場合はその金利分もね、プラスアルファじゃないですか。じゃあ50万円返しますって言ったら、月あたりいくらですか ?4 万2000円ぐらいですか ?4 万2000円ぐらいですよね。 ですので、じゃあ、4万2千円をですね、じゃあ、今の、例えばこう生活費の中から、4万2千円をですね、えー、差し引いて生活しなきゃいけないっていうわけなんですよ。ですので、なんか、返す時ってですね、非常に苦しくなるわけです。うん、あの気軽に借りる、借りることにですね、あの気軽になってしまうと、そういう、なんていうんですか、こう雪だるま式に借金から逃れられないようなですね、サイクルというか、に入ってしまう可能性があると。 で、そこのサイクルに入ってしまった方が返せないっていうのが分かって、まあ自己破産っていうですね、選択肢を取られる方もいらっしゃるわけです。まあですので、お金を借りるときはですね、必ず計画が大事ですね。計画が大事です。うん。まあ当たり前の話なんですけど、どういうプランでお金を返すのかというのを決めてですね、借りていかないと、えー、罠、ま、にはまってしまうというのがありますので、まあ気をつけていかなきゃいけないところですよねっていう話です。まあ今回のですね、制度に対するお話というのは、 この制度自体は悪くはないわけです。というか、むしろ多分,多分多くの方を助けてきたと思います。大切なのはこれからで、じゃあ原因に対するアプローチ、どうしますかっていうのが、経済に対する対策っていうのが、これから求められることなのかなというふうに思います。必ずしも、なんか制度があるからね、じゃあそれによって自己破産が増えたのか、そうじゃないんですよ。え制度というのは必ず人を助けるためにあるわけです。ただ、それが原因の解決になってない場合もあるよっていうことですね。そこに ご注目ししななきゃいけないといけととうことでしたはい。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい。ということで、いろいろお話をしてきたんですけど、なんか借金で思い出すのはですね、なんかカードのリボ払いとかですよね。そう、リボ払いってね、あの、金利がめちゃくちゃつくんですよ。はい。あの、年利で18%ぐらいかな。 ですので、例えば100万円ぐらいですね、なんかカードローみたいな形でですね、えー、いわゆるこう、リボ払いを設定すると、100万円借りるだけで、なんと年間18万プラスで余計に払わなきゃいけないわけで。18万ですよ。18万ってことは、月に1万5千円ぐらいですか余計に払わなきゃいけないんですよ。たった100万借金するだけで。信じられないですよね。でも、そういう制度をですね、気軽に利用できるようなですね、なんかこう、世の中の仕組みにも実はなっちゃってるんですよ。 まあですので、こういった数字力だとか、数字リテラシー、データに関する、金融に関するリテラシーというのは、我々日頃から高めなきゃいけないですよねって話でした。はい、ということで、また次の動画でお会いしましょう。